夏にクリアする F0GX グランプリマスターやっていきましょう。マシン紹介は後でするとして、セッティングはすべて 100% マックススピード右端設定です。後のコースでは全部カットしますが、同じ設定でやっていきます。ロード時間もカットしていきますね。この動画ではこれくらい雑なプレイでも強いマシンを使えばグランプリマスターは苦ではないことを示していきたいと思います。これまでのプレイ動画は技の制限やプレイヤーの功績はあっても、基本的には真面目なプレイがほとんどのように思います。それらは模範例としては良くても、真似できずに苦しんでいるプレイヤーも少なくないかもしれません。そこで AX コースを出すだけならこれくらいでも大丈夫だと見せてはどうかというのがこの動画の目的です。内取りは愚か、ドリフトも使わず、ステアターンとスライドターンだけで切り抜けます。ブーストの連打もゆっくりで、空中の姿勢制御も雑にやっていきます。端組も狙わず、難しいダッチプレートは無視します。また全コース1位は狙わず、各総合優勝だけを目指します。そんなこんなでもう3周目ですが、まあツイストロードはいいでしょう。意図せぬスリップは縛り状のドリフトにはカウントしません。足からず。ちょっと雑さが足りなかった気もしますが、カスタムマシンの威力は垣間見えたでしょうか。それでは続いてスプリットオーバルを走りましょう。ダッシュ効果が長く続くルートを通りたいですね。分腹筋からはジャンプ回避のためにも雑に行きましょう。2周目からはブーストが使えるので、さらに雑にできます。ブーストを我慢してジャンプの回避を忘れずに。安全重視でブーストやらなくてもよかったかも。ここも、まあ問題ないでしょう。サーフェススライド、ルビーでは一番の難関ですね。エネルギーの足りないコースの代表格なので、そのトップスピードが重要です。カスタムマシンであることが、特に光るコースと言えるでしょう。この先の急カーブ、本来は内取りで曲がりたいところですが、グランプリであれば、スライドターンでクラッシュしても構いません。タイタン G4 は、ハイパースピーダーと異なり、加速もそこそこ高いのが長所です。クラッシュでの減速から素早く立ち上がり、トップスピードの差で抜いていけます。数あるマシンスペックの中でも、トップスピードが特に重視されるのがよくわかるシーンですね。ブーストをどこで打つべきかというのはなかなか難しい問題ですが、連打が緩くても、まとめて打つというのがやはり原則になります。スピードが出ているので自動スリップ。スピードが死ぬので、ダッシュプレート付近までブーストは封印します。この雑さだと、レッドガゼル相手はちょっと厳しいかな。いい感じにダッシュプレートに繋いでいきましょう。空中での位置調整は、スライドのみが基本です。
3周目は、エネルギーを使い切るため、2周目に使わなかった場所でブーストする必要があります。とはいえここは我慢。ここで1つ。曲がってからゴール前に2つです。あれ、これギリギリで追いつく？勝てると思わなかった。あの急カーブを内取りで処理すればもっと楽なんですが、そうでなくてもこれくらいはできるんですね。次はループクロス。暗いこともあり、カーブの具合を覚えるまでは少し苦戦するコースです。コース幅が狭く、密集しやすいのも難しいポイントですね。ここをスライドターンだけで抜けるのは少し難しいのですが、多少のクラッシュは気にしなくて大丈夫です。ダメージを受けている場合、素直にピットを半分通りましょう。カットシャークは 50% でもトップスピードはそこそこあるので、追いつくのに少し時間がかかりますね。スピードが出すぎて制御が難しい場合、連打に手を抜くのも一つの手です。このカーブも、少し減速して処理すると楽でしょう。まとめ打ちが減速ではあるものの、バラ打ちがそこそこ強いのもタイタン G4 の特徴の一つです。というわけで、そろそろこのマシン、アクロクレスト G4 について、少し解説しましょう。ブースターは、最高速設定で最強のタイタン G4。ブースターパーツは、主にマシンの加速力、トップスピード、ブースト性能に関わります。タイタン G4 は、そのトップスピードが最速で、加速力やブースト性能も高水準でまとまっています。ブースト連打時の到達スピードこそ、ランク A のブースターたちに劣るものの、総合力では最強と言っていいでしょう。ショックに並ぶ条件も2位のグランプリ優勝と軽く、初心者でも手に入れやすいです。といったあたりで、そろそろゴールなので、続きはまた今度。余裕の勝利。2位に140点差なので、この時点で優勝確定ですね。そんな感じで、ルビーカップ最終戦、マルチプレックスです。第2ダッチプレートは難しいのでジャンプしますが、落ちないように気をつけましょう。このヘアピンは内取りで抜けたいところですが、縛りなので、このダッシュプレート自体も適切なアクセルオフが効くのですが、今回は雑に行きます。さすがに雑すぎて、ずいぶん抜かれますね。でもまあ、後で抜き返せるので問題ありません。しばらく話すことがないので、マシン紹介の続き、次はコックピットです。コックピットは、主に旋回力とボディ強度に影響します。
傾向として重いパーツほど曲がりやすく、ボディも硬くなります。アルファベット表記ではグリップ表示に影響しますが、ランクが高いほどむしろ滑りやすいです。アクロクレスト G4 が使用するエナジークレストは、最初から買えるコックピットの中では最も重く、全体としても十分高性能なパーツです。より重いランク A のコンバットキャノンなどの方が優秀ですが、入手条件が厳しくなるため、ここではエナジークレストをチョイスしました。なお、最優秀のマキシマムスターは、現在では改造以外に入手手段がなく、公式ユルサンド案件の最有力です。日本でしか正式配布されなかった関係で、海外では日本なら誰でも入手できたかのような誤解も生んでしまうほどのどうしようもなさです。さて、ダッシュプレートとブーストをつなげることで、無事トップに出られましたね。ぶつけすぎて少し苦戦しましたが、相手も遅いので1位には十分ですね。というわけで、ルビーカップは完全勝利です。表彰式は全カットして、サファイアカップに入ります。ドリフトハイウェイ、コンピュータが速いことで有名です。このプレイでは1位は難しいと思います。基本はステアのみで曲がり、膨らむようならスライドを追加します。ややアウトインアウトを意識しつつ、いい感じのラインを見つけましょう。端組を避けようとして変なラインになってたり、このクランクも内取りが欲しいですね。本来はきっちり機種下げ、機種上げを決めたいところ。ブーストの間隔を空けるとスピードが伸びませんね。うっかり内取り使っちゃいましたけど、許してください。おや、もしかして1位取れちゃいますかね。さすがに無理でしたか。内取り縛りが厳しいですね。真っ先に覚えるべきと言われるのも、なんとなく伝わるでしょうか。エアロダイブは、トップスピードの暴力で楽勝なので、言うことは何もありません。というわけで、ボディーパーツについてお話ししましょう。ボディは、総重量への影響が大きいパーツで、他にはグリップ力、スライド性能、ボディ強度、マシンサイズなどに影響します。重量は、加速力、最高速、旋回力、弾かれにくさ、落下速度、浮上加速性能など、多くの性能に影響します。基本的に重いほど速くなりますが、扱いにくくもなるので、特に初心者はほどほどの重さのマシンを使うのが良いでしょう。グリップ力は、コックピットも影響しますが、基本的にはボディーパーツで決まります。重いほど滑りにくい傾向はありますが、シルバーソードやスペースキャンサーなど、重量の割に極端なグリップ力を持つボディーもあります。スライド性能は、コックピットではなくボディーで決まり、重量に関わらず、強いパーツと弱いパーツが決まっています。タイムアタック的には、MPS 性能を決める最も重要なパラメータで、スライドが強いほど MPS は速くなります。カジュアルプレイでも、スライドでの位置調整のしやすさなどに関わってきます。ボディ強度は、重いほど強い傾向があり、コックピットの性能値との掛け算で全体のボディ強度が決まります。マシンサイズは、当たり判定のほか、旋回力やカメラなどにも複雑に影響しています。コックピットとブースターは見た目のみで、当たり判定には影響していません。以上のように、ボディーパーツは実に多様な性能に影響していて、それぞれに長短があります。アクロクレスト G4 のスカイホースは、初期パーツの中ではバランスが良く、扱いやすいと思います。滑らせないステアさばきに自信があるならハニースワロー、ドリフトを使う気があるならアクアブースもバランス型の良いボディーです。
最終的には好みによる部分も大きいので、ぜひお気に入りのボディを探してみてください。好みといえばタイタン G4 の代わりにトリプル Z を使っても良いです。ブースト時の最高速がやや高い代わりに、そのトップスピードと加速力がやや悪いため、総合的には G4 が上ですが、カジュアル的には気にするほどの差ではありません。ステア感が違うため、私は Z はあまり好みではないのですが、逆のプレイヤーも多いでしょう。そうだ、マシンサイズの影響の一つにタイプでの安定性があり、これはマシンの幅が影響しているようです。細いハニースワロー、アクアブース、ジャイアントプラネットなどが安定していて、細いファイアーウルフやドレッドハンマーは安定しません。ボディはこんなところかな。レースは余裕の勝利ですね。ここは苦戦することはないでしょう。メビウスリング、細く、歪んだ路面のピットが難しいコースです。ピットに乗るところは真剣にやっていきます。剥がされて落ちやすいので、余裕があれば攻撃型のマシンからは離れるようにしましょう。ああいうのに当たると、結構な頻度で落ちます。地雷は難しいし、最悪落ちるので避けておきます。やはりトップスピードの動力は意外ですね。ブーストはほどほどに変えていきましょう。ピットはちゃんと乗ります。ピット前の減速はブースト1回程度の損失ですが、回復できないと何発分も損するので、確実に回復しましょう。こっちもしっかりと。浮上加速を起こしたくない場合は、中央のラインを目安にすると良いでしょう。ロングパイプ、ダッシュプレートをちゃんと踏めるかが重要なコースです。パイプ自体が難しい場合、マシンを変えてみるのも手です。できれば全部踏みたいところですが、多少逃しても問題はありません。この辺りのラインは、事前に覚えておきましょう。タイプではスカイホースよりアクアブースがいい気がしますね。ミスが多くて差が小さいですが、それでもトップなあたり、マシンパワーを感じますね。このジャンプ地帯あたりまでを目安に、実力に合わせてタイミングを調整しましょう。レースはもう特に言うことはないので、カスタムマシンについてもう少し話しましょう。もう一つのパーツ、パイロットについてです。
パイロットは誰を選んでも性能に影響はしませんが、グランプリでは敵として出てこなくなるという性質があります。なので遅いレオンやダイゴローを選ぶとグランプリはほんの少し難しくなります。一番難易度が下がるのは速い上にアタックを仕掛けてくるブラックシャドウだと思います。とはいえ全キャラを出していればランダムで11人消えるので一差ではあります。モチベーションの影響の方が大きい気がするので、好きなカラーを選ぶと良いでしょう。マシンカラーやエンブレムについても同様です。一応視認性の観点から明るめのカラーの方が若干いいかもしれません。私はいろいろなマシンで走る人なので、ガレージが狭いのがちょっと不満ですね。カラーは変えますが、エンブレムは面倒なのでいちいち貼り付けません。さて、少しこのコースの話でもしますか。グランプリではこの通りぬるいですが、スタッツボーストはまあまあ強いんですよね。全ノンカスタムでの撃破が達成されていない5コースのうちの一つです。問題なく優勝を確定させ、最終戦に臨みます。シリアルギャップ、完走が最も難しいコースでしょう。地雷ショートカット、難しいですよね。さすがにグランプリでは狙いません。少し雑すぎて落ちてしまいました。ちょっと真面目度を上げて落下回避に努めましょう。グランプリ攻略中の初心者プレイヤーの場合、コース練習はしっかりしておきましょう。各コースの走り方を覚えるのは基本ですが、ここと後で出てくるハーフパイプはそれが特に重要なコースだと思います。真面目度を上げないと攻略が難しいという点ではサファイアが最難関のカップですかね。スリップゾーンの影響でこの辺りは特に落ちやすいですね。上を通ってもいいですが、今回は安全重視で下にしましょう。ラスプレーだとブーストの仕掛けが難しいですね。順位はなんだか悲惨なことになってますが、1位を取りたい場合は頑張りましょう。難しいコースを捨てても総合優勝には関係ないことを示すのも本企画の目的の一つだったりします。総合優勝と全コース1位とでは求められるスキルレベルがだいぶ違うんですよね。雑なプレーと下手なプレーはまた別ですが、基本を抑えていれば追従しきれなくてもマスターに勝つくらいはできるということです。そういう意味で一つの中間例としてこの動画が役に立てば幸いです。最終戦は25位でしたが、サファイアカップも問題なく総合優勝です。どんどん行きましょう。エメラルドカップです。シリンダーノット、スタックボーストはやたら速いですが、グランプリはそうでもありません。ダッシュプレートが多く設置されているので、それらを踏んでいくルートを覚えることが重要です。タイムアタックはかなり大変ですが、のんびり走るコースとしては、私は結構好きですね。この辺りのシリンダー処理は少し難しいですね。コースの背景を覚えて、ラインが乱れていないか認識できるようにしましょう。
この先、銀側のラインに沿ってダッシュプレートが設置されているので、まっすぐ走れるように練習しましょう。ラインが乱れると一気に外に持っていかれます。アクアグースなど、バイク安定性の高いマシンで練習すると良いでしょう。アウト側にあるダッシュプレートを踏み、90度左に回ってピットに降ります。ブーストは、フィニッシュライン周辺でまとめて使いましょう。慣れない場合、ブーストの間を空けてスピードを抑えても良いでしょう。あとは、だいたい1周目と同じです。というわけで、次の話題、セッティングについて話しましょうか。今回は全コースで 100%、つまり右端設定でやっていますが、当然これに縛られる必要はありません。セッティングを加速寄りに動かすと、加速力、旋回力、ドリフト加速力が上がり、トップスピードとグリップが下がります。実際にはもっと複雑なため、部分的に正しくない場合もありますが、全体的な傾向としては先の通りです。これを踏まえて、加速の鈍いマシンや、ドリフトで大きく減速するマシンは、加速に寄せると、大きく性能が改善することがあります。タイタン G4 の場合、旋回力向上以外のメリットは小さいため、検討するのはもう少し重いボディと組み合わせた時で良いでしょう。また、これまで体現してきた通り、グランプリではトップスピードが重要なため、それを犠牲にすることは、大きなデメリットになり得ます。そのため、総合的に見て、100% 設定のアクロクレスト G4 が、高バランスであると判断しています。以上の議論をベースに、自分の好みの組み合わせを探してみるのも面白いでしょう。皆さんのお気に入りのマシンは何ですか？私が最近使って面白かったのは、オメガブルーザー RR と、ドレッドスター RX ですかね。珍しいパーツの使いどころを見つけるのは、やはり楽しいものです。といったあたりで、そろそろゴールですね。2位に大きな差をつけ、楽勝です。次はインターセクション。コース全体にわたり、いろいろな難しさが詰まった名コースです。今回のプレイ方針からすると、1位は逃すかもしれませんね。無難に行く方法として、青いラインに沿うというものがありますが、内取り縛りだと、ちょっと難しいですね。蛇行してもいいですが、簡単さ重視で直進します。最後は少し難しいので、思い切ってブレーキ。ブーストは最初と後半に使います。そろそろ喋ることがなくなってきたので、以降は省力編集になります。バイクが不透明になるのを目安に、ブースト再開。安全重視でしっかりブレーキ。そうすると抜かれてしまいますが、1位は捨てる覚悟です。
やはりダメですね。まあ、2位なら十分でしょう。次はダブルブランチ、ショットガンキスをじっくり聞ける貴重なコースですが、難しくてあんまり好きではないです。どのコースの曲もいいですが、やはりベガスパレスのショットガンキスが一番好きですね。スプリットオーバルを一番やり込んでいますが、短くてじっくり聞けないところだけは残念です。落ちないように気をつけて、ダッシュプレートはほどほどに踏みましょう。相手はかなり遅いので、1位を取るだけなら結構雑でも大丈夫です。コース BGM といえば、初代のカバー曲は根強い人気ですが、フォア・ザ・グローリーとインフィニット・ブルーも GX らしくていいと思っています。ゲーム体験との親和性では、標準曲の方が上かな。ただ、せっかくナイト・オブ・ビッグ・ブルーがあるので、夜のオービールとかあっても面白かっただろうなと妄想したりはします。そうだ、初心者が攻略する場合、気にしておきたいことが2つあります。1つはカメラ、十字キー上下で変更できますが、デフォルトより1つ下げたカメラが一般的です。この動画でも、通してそのカメラを使っています。もう1つはキャリブレーション、オプションから設定できますが、やるのとやらないのとでは、操作性が大きく異なります。全くの初心者の場合、このキャリブレーションで苦しんでいる人も少なくないでしょう。急ハンドルを切るなと言いますが、キャリブレーションをしていないと原理的に無理だったりするのです。遊びは好みで調整してください。ステアを細かく調整するなら小さめ、素早い入力をしたいなら大きめがいいと思います。このアドバイスが必要な人がここまでこの動画を見ているかは疑問ですが、再編集は面倒なのでこうなりました。それと画面の遅延が大きかったりすると、それも辛いのですが、沼なので詳しくは語りません。私は普段、E からの D 端子プログレッシブ出力を HDMI に変換してパススルーで液晶モニタに映しています。ブラウン管進行も根強いようですが、ちゃんとした環境なら液晶で問題ありません。何がちゃんとした環境かは、沼です。それと、GX には画面比率4対3と16対9のオプションがあります。画面構成上、4対3の方が有利だと思いますが、環境との相性の関係で、私は16対9を使用しています。どちらが一方的に良いというものではありませんが、出力と画面は合わせた方がいいですね。というのも、4対3用の出力を16対9に引き伸ばしている動画をよく見かけるので、ちなみに、どちらも解像度は 720×480 なので、いずれの場合もピクセルは長方形です。縦に引き伸ばすか、横に引き伸ばすかということですね。スピードを出しすぎると逆ループで吹っ飛ぶので、ブレーキを使うか、ブーストを我慢しましょう。これ以上あれだと2位だったかもしれませんが、まあこんなものです。ハーフパイプ、ここのコツは、欲張らずに中央付近を維持することです。高速セクションで圧倒できるので、落ちないことが大事ですね。タイムアタックでは難関コースですが、グランプリならそれなりです。追突は怖いのでやめていただきたい。ブルービータクシー、ここはなんか早いんですよね。
ここはジャンプした方が事故りにくいと思います。レーザーで死なないようにブーストを使い切るのはやめておきましょう。ここから高速セクション差をつけましょう。この先は落ちないようにスピードは控えめで、この通り、頑張らなくても1位は難しくないでしょう。エメラルド最後はオーディール。ここからオープニングデモで出てこないコースです。ダイヤや AX はともかく、オーディールが出ないのは寂しいですね。このコースでは、旋回力と加速力を目当てに、少し加速寄りのセッティングでも良かったかもしれません。内取りを縛っている影響で、曲がりきれないシーンが多いんですよね。この S 字が特に辛い。ブーストを生かしきれないのも辛いポイント。ジャンプ&S 字もラフプレー縛りと相性が悪いですね。おっとと、遅いと絡まれるのが悪循環ですね。クラッシュのしすぎでだいぶ厳しくなってきましたね。
このあたりは、空中精度、打ち取り、ブーストの連打が効く部分なので、縛りの影響が強く出ています。まあ、完走できれば十分です。ダイヤモンド、大物感のあるコースが揃ったカップですね。トライデント、いろいろな思いを集める象徴的なコースですね。比較の式的に、レーンを映らない方がいい気がするけど、このルートしか覚えてないので、許してください。このコース、クイックシャーク X で走ろうとしたことがあるんですが、はみ出し加速なしでも地獄でしたね。遅い上に、ショットのミスで滑って落ちるので、連打も抑えているので、2回目のレーン移動は控えましょうか。ああ、これくらい雑だと追いつかれてしまうんですね。カットシャークはここだけは早いので仕方ないかもしれません。確実に勝つためにはもう少ししっかり連打しないとですね。相手も常にはブーストを使っていないのでちゃんとすれば逃げ切れます。ここで抜かれるようだと、ちょっと厳しいかな。この差は無理ですね。いきなりケチがついてしまいましたが、これくらいは問題ありません。
ラテラルシフト、トライデントよりは踏みしやすいコースですかね。密集するのが少し怖いくらいでしょうか。トップスピードがあると1周目でトップに立ちやすいのがいいですね。壁のない後半は少し慎重に行きましょう。ヒットは十分あるのでブーストを使って駆け抜けましょう。前半はカーブもぬるいので柔らかいステアで滑らせなければ危険は小さいです。前半でリードを稼げればここは慎重に走れます。シルバーラットで2を6個並べたことがあるんですが、だいたいそれと同じくらいのタイムですね。アングレーション、地形の難しさはトップクラスです。この小さいジャンプではスティックはニュートラルで OK。安全重視で上の方から。アングレーションでは変な跳ね方をしないスピードコントロールも必要です。緩いブースト連打が実際に無難な手法になっています。無理せずピットは片方だけ。ダッシュプレートは狙いすぎないように。デコボコで飛び出さないようにスピードは控えめで。
ドラゴンスローク、空中制御が肝のコースです。今回はザク縛りで、アクセルオフも使わないので、本来ほどには簡単ではないですね。騎手下げ、騎手上げ、アクセルオフを徹底すれば、圧倒的に圧倒できるのですが。おっと。特に狙ってなかったのですが、浮上加速が出ましたね。バンクで壁に当たると、剥がれて落ちることがあるので、注意しましょう。かなり安全に倒して、ブーストも控えています。この企画だと、ブーストの打ちどころがわかりません。この先のジャンプは狙いましょう。これだけ雑なのに追いつかれないあたり、なんというかですね。スリムラインスリット、壁に当たらないことの重要性を教えてくれるコースです。まあ、今回はそういう走りはしないんですが。ぶつからずに走るには、コースとマシンの旋回特性をよく知っておく必要があります。飛び立てなかったのはかなり痛いですね。こんなところをブーストかけてぶつからずに行くのだから、それは勝つのは難しいわけです。
今度は飛びすぎ。このジャンプ、コンピュータはやたら苦手なんですよね。ようやく最後、AX カップです。スクリュードライブ、ひねりがなかなか難しいコースです。ヘアピンで内取りしないのがネックでしたが、なんとかなりましたね。メテオストリーム、アウタースペースは、コース一つのステージとしては、特に印象深いですね。2プレイではひねりが、タイムアタックでは浮上加速天国なのが難しいコースです。ダッシュプレートは全部踏めなくても十分勝てるので心配なく。このコースの背景、めちゃくちゃかっこいいですよね。この辺りのリカバリーとかは、ちょっと真面目すぎたかな。シリンダーウェーブ、慣れにくいシリンダーコースですね。
裏に行くのを諦めるとシリンダー感を薄めて走ることができます。今のはどうやら録画のエラーのようです。あんまり問題起こさないんですけど、時々飛んだり画像が乱れたりするんですよね。最終セクションはどうしようもないので頑張りましょう。ちょっと間に合わないですかね。あれ、ツインノリッタどうなったの？見返してみたらなんか下に行ってました。サンダーロード長いです。いや、面白いコースなのですが、いかんせん長いのです。幅が広いのでスライドターンでもなんとかなりますね。サンダーロードとスパイラルの問題はですね、これらが最後の2コースだということです。レベルデザイン上、短いコースを前に長いコースを後ろに置くのは自然なのですが、動画構成上、先に話したいことはすでに話し終わっているので、長い時間を使ってできるのが優先度の低い話になるんですね。ちょうど今している動画作りの話のような。さて、過去動画に関連した話でもしましょうか。以前、最悪のマシンでグランプリマスターを攻略というコンセプトで、姫ちゃんにスラッシュブルーザー V2 で走ってもらいました。なのですが、その後の調査で、メガロクルーザーよりもビッグタイラントの方が旋回力が低いことが分かりました。重量以外に、マシンの長さが旋回力に影響するようで、軽いけど長いビッグタイラントの方が、曲がりにくかったのです。そこで、スラッシュエンテラー V2 でも走ってみましたが、大差はありませんでした。一応、実況なしの動画を YouTube に上げているので、興味があればご覧ください。マシンの長さは、カメラにも影響しています。マシン前方に比べて、後方が長いマシンは、カメラが変な動きをすることが分かっています。スプリットオーバルのピットを通るときが分かりやすく、スパークムーンやバニークラッシュが顕著です。バニークラッシュとシルバーラットのカメラが同じかというコメントを以前いただきましたが、このことを言っていたのですね。前後の長さの比によって動きが変わるので、正確に同じではありませんが、似た傾向があります。これらのマシンは、通常時のカメラの角度もやや低いので、少し違和感を覚えますね。スパークムーン、バニークラッシュ、シルバーラットと、AX マシンばかりが並ぶので、調整不足だったのかもしれないと思っています。ちなみに、ブルーファルコンも後ろがやや長いので、よく見ると似た動きをするのがわかります。
内部パラメータつながりで言うと、ダークシナイダー等に空気抵抗値だというコメントがありました。これは正確でなく、ドラッグと呼ばれる内部パラメータは、すべてのマシンに設定されています。ほとんどのマシンは同じ値であるものの、スペースアンブラー、コズミックドルフィン、ブルービータクシー、パニシャー 4X は他より値が大きく、ダークシナイダーはさらに大きいのです。この影響で、これらのマシンは加速力の割に減速しやすいのです。また、パニシャー 4X が、タイタン G4 やトリプル Z から一歩引いた性能に甘んじている理由でもあります。ちなみに、カメラについてはまた別の内部パラメータもあって、レッドガゼルのカメラが変なのは別の理由です。レッドガゼル、ワイルドグース、スパークムーンは、それぞれ別の理由でカメラが変なんですね。これらの話は、機会があれば、また後日。レースの方は最終盤、長いのでそれなりに差がつきますね。スパイラル、超長いです。さて、ここでは特殊ネームマシンの話をしましょうか。カスタムマシンの名前は、パーツ名から規則に従って決定されるのですが、一部の組み合わせでは、それとは関係ない名前が付けられます。全77種のそれらのマシンを、特殊ネームマシンと呼んでいます。なお、特別なのは名前だけで、マシン性能はパーツの組み合わせがそのまま反映されています。なので、単純にパーツが強ければマシンも強くなるのですが、弱いパーツを使う理由にはなるかと思います。ちなみに、ブレイブイーグルとタイガー RZ の2パーツだけは、それを使用した特殊ネームマシンが存在しません。スネーキングで散々使われているブレイブイーグルはともかく、タイガー RZ は何の取り柄もなくて、さすがに不憫です。組み合わせとしての特殊ネームマシンの強さでは、最強なのはファイナルレボリューションでしょう。ドレッドハンマー、クレイジーバッカロー、パニシャー 4X の組み合わせで、やや劣化したガーラントスター G4 みたいなマシンです。クイックスター G4 の劣化版としては、ギャラクシーファルコン、クレイジーバッカロー、シャトル M2 からなるファイナルエボリューションがあります。名前の似たこの2台が最速の2台というのも、面白いですね。グランプリでも使いやすいマシンとしては、タイタン G4 の3台、マスターワーク、ビートザビースト、キングネプチューンのほか、サテライトオーブ、サザンクロス、エリミネーター、ヴァンガードなどが挙げられます。パーツの組み合わせは、スプレッドシートのリンクを置いておくので、探してください。逆にダメなマシンとしては、スラッシュエンペラー V2 を少しマシにした、ライトメアとビップエースがあります。旋回力がさらにマシになったものの、ブーストが弱くなって悲惨なマシンも多数あり、その代表がハイローラーです。ファイナルの2種がどちらもスペシャルパーツを使っているので、スペシャルパーツなしの両マシンを挙げると、やはりキングネプチューンとビートザビーストが代表格。MTS 型はあまりいいのがなく、ドラグーンが唯一でしょうか。77種は数が多いので、すべてを使ったことのある人はあまりいないでしょうが、私はドリフトハイウェイマスター1位とスプリットオーバルスタド撃破はやっているので、以上はちゃんと使った上での見解です。全部を使うと、レイブドリフターとビッグタイラントに殺意を覚えること受け合いですよ。見た目が好みのマシンとしてはカレイドスフォークがあり、私のサイト名の由来だったりします。操作感が好きなのは、エルドラード、ファイアーボール、プロミネンスあたりですかね。特殊ネームマシン縛りで好みのマシンを探すというのも面白いですね。面白いマシンの多くがスペシャルパーツを使っているという辛さもありますが。さて、最後の1周くらいは軽く実況しますか。上位のマットウルフ、スパークムーン、ブラッドホークは見事にいつものメンツですね。ホワイトキャットは今回不在だったかな。
ここで暫定トップ。本来は独走できるコースなんですが、夏縛りの影響で、いい勝負になってますね。きついカーブが後半に集中してるのが辛いポイント。さて、ここからです。うわっ。内取りを縛ったおかげで、壁接触が増えて痛かったですね。スパイラルで勝てないとは。まあ、総合優勝には問題なしです。以上、最後くらいは表彰式を流しておしまいです。